はい、大手です。またです。本日はですね、はい、三笘薫選手が、もうサッカー以外ですね、今回は。うん、本田圭佑も言ってましたけど、うん、ゴールデンエイジが一番大事だと。はいはい、あのもう幼少期の頃に、どれだけ親が素晴らしい環境を与えてくれたか、うん、育て方もだよね。バンバンを怒鳴り散らして育てたらやっぱり萎縮しちゃいますし、うん、どうやって三笘が育ってきたかっていうのを、うん、今回は僕ら二人で調べたんで、はい、三笘伝説が多すぎたんで、ちょっともう二人で出し合っていこうかなっていう、もう一人で調べるのにはちょっとなかなかしんどだったんで、はい、自分が親になった時参考にしてほしい。そうね、素晴らしい記事めちゃくちゃあったから、うんうん、それをちょっと皆さんと共有していこうかなと思っているんで、はいはい、でやっぱりね、サッカー選手である前にやっぱ一人の人間ですから、うん、で三笘ってやっぱ謙虚じゃないですか、うんうん、なぜあの人格が形成されたのか、でそこを深掘りしていくと、お父さん、はいはい、お母さん、はい、両親についてちょっと一つ情報あるんでお願いします。発表していきたいと思います。はい、まず、うん、三笘のお父さん、うん、もう行かれてます。陸上選手です元陸上選手なんですよ。あ、もうそっからなんだね。でもそっから、うん、あの三笘のストライド感というか、うん、もう脚力違うじゃん、やっぱり。うん、違う。もうサラブレッドだったっていう。はいはいはい、もうそもそも競走馬だったっていう。うん、記録とかは載ってないけど、うん、もう三笘があのスピード出るってことは、うん、お父さんも多分相当速いよ、多分。相当速い。いや、じゃあだったらあんな遺伝の仕方ないから。ないない。プレミアリーグでも速い方だよ、三笘、ね。で、三笘のお父さんの育て方、うんで。やっぱそういうアスリートとかだと、厳しいイメージあるじゃん。うん、ああ、そうだね。幼少期の頃サッカーするじゃないですか、うん、一切口出ししないらしい。マジで？もう何も言わないってサッカーに関して。そうなんだ。でなんなら、うん、ちょっとサッカー知らなかったらしい。あー、だから言いようがないというか、ね、陸上だもんね。そうそうそう。だから俺もお父さんとかにめっちゃ怒られましたよ。あー、怒られるじゃん親にサッカーやってると、まあ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 、もっとお前あそこ行けよ。あー、確かに。もう三笘は違うと。伸び伸びやった、ね、伸び伸びやってた。で、うん、お父さんもうサッカーをもうとにかく楽しんでほしいっていう、うん、はいはいはい。だから家にちっちゃいゴールつけて、うん、もう一緒に PK したりとか。そうなんだ。もうだからサッカーをいかに楽しめるかみたいな、もう楽しむことだけ、もうつまんなくなったらそこで成長止まるっていうのが分かってたらしくて、うん、だからもう怒らない、うん、楽しませるみたいな、そういう育て方すると、うん、俺もやっぱいろんな人見てきてるけど、うん、仕事とかでもそうだけど、うん、怒られないようにやるのと、うん、褒められたくてやるの、そのやるのがさ、うん、確かに全然違うのよ。違うよね。人の目盗んで、うん、こんぐらいでいいやってやるのと、うんうん、もうもっと褒められたいから、うん、どんどん自分の限界超えて、うん、自分高めていくっていうやるは、うん、マジで違うから。確かに。友達とかもレッツ行った友達とかいるんだけど、やっぱ母子家庭とかで親のためにとか、うん、そのほらお父さんとかに怒られないから、うん、のびのびやって、もう学校終わったらずっとボール蹴って、はいはい、楽しんでやってたのよ。なるほどね。だからね、そういうちょっとなんか自由に育ってきた人の方が、うん、なんか本物になってるイメージはあるね。確かに。で、三笘のお父さんマジですごいのが、うん、自分がサッカー知らないから、うん、教えられないじゃん、うん、だから本物を見せるのが一番いい教育だっていうのがすごい自分の中の持論であって、うん、あの2002年の日韓ワールドカップ、うん、何試合も見に行かせたらしい。マジで？日本代表のトップレベルの試合を生で見させたっていう。あの時ってテレビでもあんまやってなかったじゃん。そう、ね、サッカーやってないよね。そう、海外サッカーとかもやってないからさ、ね、うん、外国人のプレーとかも見れるわけじゃん、うん、すごいな。本物を見せる。めちゃくちゃいい親。めちゃくちゃいい親。ねえ。今度お母さんです。はい。お母さんもやばいです。元バレーボール選手です。またどんだけアスリートしたら気がするのね。だからあのダッシュ、もう脚力、うん、ジャンプ力も絶対あるから。あるあるある。そっからもう始まってんだよね。すごいな。もう一つ、すごいいいです。はい。フロンターレのずっと下部組織でやってたわけで、うん、やっぱ部活だったらそのまま学校でできるじゃないですか。うん、で、やっぱ学校終わってそのままフロンターレの練習場行って練習するから、うん、帰りめっちゃ遅くなるんですよ。あ、三笘のお母さん、うん、もうどんなに遅くなってもご飯作って待っててくれてます。いや、すごいな。いや、それすごいよね。ねえ。いや、なんか三笘ってさ、めっちゃいい人じゃん、絶対。うん、もう見ててわかるじゃん、うん、謙虚で。うん。いろいろと恵まれてるよね。うん、いや、ほんとそうだね。宝ですよ、やっぱ。確かに。あの才能を与えて、身体能力という。さらに人間としての温かみも、もう三笘に注いでいるという。うん、はいはいはい。もう素晴らしい家庭環境。素晴らしい家庭やん。で、三笘のお母さんも、うん、お父さんと同じで、もう良かったところめっちゃ褒めるらしいです。え、怒られたことない？いや、だから、三笘多分ワンチャン怒られたことない。ね。多分褒められたくて、うん。いい子にしてるというか、ね。それをね、両親二人いる状態で、育ったっていうのがね。いや、天才だね。もう、来てるね。ね。で、三笘の大好物が、うん。茶そばらしい。茶そば？で、この茶そばも、うん、三笘のお母さん狙って出してるらしいです。狙って出してる？なんか、体内で作れない植物性タンパク質が豊富らしいんですよ。茶そば？そう。だから三笘ってなんかさ、ガタいいじゃん。確かにちょっと。茶そばでしか作れないタンパク質が。
詰まってる可能性あんだよ。体の半分茶そばってことじゃん。そうそうそう、結構な頻度で茶そば出てるらしい。マジ？出てたらしくて、うん、三笘もそれが一番好きらしい。マジで？まあこれが僕からの、なるほど、ね、両親の、いやこれ超えるエピソードちょっとあるのかな、これちょっと、いやでもね、はい、これあるんですね。あるんですよ。はい。小学生時代は鷺沼 SC というチーム。ああ。はい。まあ、そこは、板倉選手とか、権田選手、田中川選手とかね。いや、もうさ、そこさ、ね、何でもやばいよね。行かれてないさ、もう街。どんなスクールよ、そんな。街ぐるみで行かれすぎだろ。ね、えぐいよね。代表の方のエピソードなんですけども、はいはいはい、ゲーゲンプレスって知ってますか？あ、まあ僕はわかりますね。はい。で、簡単に説明すると、これドイツ語で、攻撃してて、ボール失った瞬間にまたそこから守備して、ボールを奪ってゴールに行く。速攻の攻守の切り替えだよね。そうだね。もう、攻守の切り替えのことを、まあ、ゲーゲンプレスって呼んでて、まあ、大人になってもなかなかできない人とかね。いや、そうだよ。そう。まあ、最近ね、こういう言葉が出てきたんですけど、三笘選手、小2でやってます。小2でユルゲンクロップいるってこと思う。そういうこと。みんな小2何してた？いやもう団子サッカーしてるでしょ。もう戦術とかないよ。でしょ。あのボール失ってもうわーってやってでしょ。三笘ゲーゲンプレスしてます。もう失った瞬間切り替えてる。そういうこと。すげえな。やばいよね。まあ詳しいエピソードがあって、まあ同じ年代の子でドリブルが上手い子がいたの。はいはいはい。同じクラスでね。すごいの。その子がドリブルしている後ろの3メートル、5メートルぐらいのところに三笘が一緒に走ってんだって。めっちゃシュールだけど大丈夫。なんかもう、ナルトの。そう。それから、それもう、こうなって、こう、たたたたたって。そう。そう。その子が、やっぱ失うんだって、どっかで。まあ、そうだね。そう。失った瞬間に、もう、そこをチャンスと思って、うん、またそこからプレス行く。もう、そいつのケツ拭いしてるんだもん。そうそうそう。で、そこからドリブルして、ゴール決めるし。多分、自分で気づいたんだろうね。もう、奪われた瞬間が一番チャンスじゃん。そう。そう、で相手もさ、奪ったって気緩んだところがチャンスだから。チャンスだからね。そう。そこ一番美味しいって思ってんだろうね。いや、そう。誰の指示もなくやってるわけでしょ。そうそうそう。勝手にやってんでしょ。そう。それ、小2だから。やっぱ違うよね。やっぱ、三笘ってドリブラーじゃないもんね、うん、結局。じゃないじゃない。もう、めっちゃ頭いいもん。頭いいよ、普通に。うん。あの、狭いところでのさ、うん、ライン感とかのコンビネーションとかも違うもんね、やっぱ。違う違う違う。見えてるとこ違うもん、うん、三笘だけっていうね、ちょっとイカれた小学校2年生でゲーゲンプレスっていうエピソードでした。圧あるね。小2でゲーゲンプレスっていうそのもう流行語やん。三笘の一味より小2でゲーゲンプレスの方がいいよ ね小2でゲーゲンの方がいい。小2でゲーゲンはやばい。いや、はい、次の方がすごいな、俺からしたら。マジ三笘選手、うん、僕まあインスタもフォローさせていただいてるんですけど、はいはいはい、結婚発表したんですよ。ああ、インスタでね、はい、発表してたね。で、僕まあ三笘めっちゃ好きなんで、うん、まあ興味あるから奥さんどういう人か気になるじゃないですか。確かに。で、調べたら、うん、とんでもないです。あの、これ名前は出しませんけど、はい、奥さん陸上選手です。いや、これさ、うん、まあ、まだまだ先の話だけど、もしそのお子様が誕生したとしたら、うん、三笘より早いやつ生まれてくる可能性ある。で、俺もっとすごいなって思うのは、これも大学生からずっとお付き合いしてる方なのよ。あ、そうなんだ。で、やっぱ三笘クラスになったら、うん、やっぱ例えば女子アナとか、女優とかから、ね、やっぱ出会いとかもあると思うのよ。うんうん、だそこをさ、うん、そういう出会いがある中でも、うん、大学からお付き合いしてる陸上選手の奥さんと結婚するっていうのがもうやっぱ三笘の人間できてるよね。できてるできてる。もうね、ずっと応援したいもんね、三笘は。いやー、もうそれはお父さんお母さんいいわ、うん、三笘が俺生きてるとこ見たことない。確かに三笘は多分一回も生きたことないよ多分、ね、うん、まあその方は、まあ、三笘の奥さんはもう三段跳びの選手の3連覇してるらしいです、高校時代。どういうこと？で、まあ、さらに奥さんもすごいじゃないですか、うん、3連覇して、うん、奥さんのお父さんも110メートルハードルのうん、元日本記録保持者です。めちゃくちゃ多分、うん、三笘の奥さんのお父さんの方が多分三笘より早い、うん、多分三笘より全然早い、全然早い、多分三笘より全然早い記録保持者だもん、ね、そうそうそう。家系図やばくないんだって今のところ。家系図やば、今のところ陸上選手のお父さんでしょ、うん、両方ともダービースタリオンだったらこの馬購入するときにこれはかなりの凝結馬だっていうあの確定コメント出るもん。ダビスタだったらこれ通信やつなかなかいると思う。多分三笘のお父さんも陸上選手で、うん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 、さらに奥さんのお父さんも陸上選手、うんうんうん、で奥さんも陸上選手。だからなんか三笘の走り方ってめっちゃ綺麗じゃん。確かにめっちゃ綺麗だね。超綺麗だから姿勢いいもんね。多分もういろんな意見取り入れてるというか、だから多分お互い高め合えるんだろうね。なるほどね。そう、奥さんとめちゃくちゃいいじゃん。だからもう三笘のドリブルに繋がってるよねこれは。うん、うん、確かに、うん、まあこれこういうエピソードちょっとありますか？あります。まあこれはね、三笘選手がフロンターレのユースの時のエピソードなんですけど、はいはいはい、ユースからプロに上がれたんだよね。いや、そうだ。そう。上がれたんだけど、まあ今後の先を考えて、まあ大学に
行きますと。それもすごいくね。それもね、ちょっとやばい、ね。自己分析できてるよね。ね。で、まあ、ユースの時の、これエピソードなんですけど、はい、2015年の2月、はい、フロンターレとアルビレックス、これプロ同士のね。プロ同士。これプロ同士、トップチームです。で、三笘当時高校生じゃない？当時高校生。はい、公式練習試合、はい。ね。お客さんもいて、スカウトの人もいて。はいはいはい、そこで三笘選手、出場しました。あ、高校生。高校生で。すごいな、それもすごいな。はい、で、なんと、ドリブルでチンチンにしてます。で、しかも、この時、三笘選手、高2です。なんかさ、三笘ってそういうの多いよ。あの、天皇杯の時も、大学2年生なの。確かにね、2年生なの。そのさ、第4ならまだわかる。わかる、まあね。プロ仕様じゃん。確かに。体も。うん、高2って、だって細いよ、絶対。細いよ。だってもう中学校から上がってね、まだ数年よ。多分さ、三笘さ、高2の時ですら多分トップスピード大人と変わんないよね、多分。多分それ。ちょっとパワーないぐらいだよね、多分ね。うん、スピードは多分大人よりワンチャン速い。いや、速いよ、多分、ね。もうあのレベルだったら。うん、しかもプロの試合だからね。だからもうその時に多分もうみんな確信してただろうね。あ、こいつ来るな、うん。こいつ来るなってなってる。もうざわついてたらしい、やっぱり会場が。うん。え、それでさ、うん、トップ蹴るわけでしょ、三笘。で、筑波行くわけでしょ、うん。それすごいね、本当に。ね、いや、フロンターレちょっと具合悪くなるよね。そう。うん、なん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 て、お前。いけるって、お前は。けど、三笘的に納得できてなかった、ね。納得できたよね。いや、でもその世界線見たかったな、ちょっと。確かにね。ああ、確かに。もう高卒でプロになって、いや、ワンチャン1年目からいけてたよ、ね。うん、ね、いけた、いけた。しかもフロンターレいっぱいボール来るじゃん。うん。高2でチンチンにしてんだったら、うん、もう。1年目で無双して、2年目も無双して、二十歳ぐらいで、海外行って。ああ、確かに。22歳ぐらいでブライトンいて、うん、まあ、今はブライトンわかんないけど、うん、22歳ぐらいでプレミア行ってる可能性あるよね。うん、いや、全然ある、全然ある。で、25歳でマンチェスターシティとか、っていう世界戦もあって。世界戦もあったね。それはね、今言ってもしょうがないことだ。まさにね、やばいエピソードあるんですね。じゃあ最後のエピソードいいですか、はい、お願いします。三笘は大学生じゃないですか。うん、で、まあ、ちゃんと卒業するんですよ。学生って卒論書くじゃないですか。ああ、書いた書いた。うん、その卒論の、題名やばいっす。サッカーの、一対一場面における攻撃側の情報処理に関する研究。すごいな。すごい、ね。だからもうここです、もう自分のその、うん、しかもドリブルの一対一って言わないの、うん、もう一対一場面における攻撃側の情報処理っていう。情報処理もうちょっと論文っぽくする。情報処理の。ただのドリブルのあれだもんね。はい、これすごくて、うん、もうドリブルをとにかく極めたかったんだって。うん、なるほどね。うん、その研究相手のディフェンダー役が、うん、当時、あの、山川選手っていう、今はヴィッセルの選手らしくて、はいはいはい、で、なんか下部組織でやってて、お互い、うんうんうん。で、お互いトップ上がれたんだけど、うん、いや、プロじゃ通用しないって大学来たんだって、その山川選手も。うん、その二人と、自信をつかむために、うん、もう練習後、うん、グラウンド使えなくなるまで、もう全体練習終わった後、グラウンド使えなくなるまで、うん、1対1を小型カメラつけて、ずっとやってたらしいの。マジ？もうそれすごない？すごくない？もうお互いだってプロ慣れたんだよ。ね。そこで慢心せずに、うん、いや、なんでこここうなんだろうみたいな、なんで抜けてるんだろうっていうのをカメラつけて研究してたっていう。やばいな。でも食事とか睡眠も超こだわって、うん、もうご飯も練習終わったら速攻定食食べた後、うん、その後パスタ食べたりとか、うん、グラウンド使えなくなるまでやってんの。いや、すごいよ。 GoPro の充電の方が切れるでしょ。いや、切れる切れる本当だよ。そんな GoPro を置いてけよ ね反発してってね。GoPro ここにあるGoPro ずらすもんね。ただでさえポテンシャルがある人がさ、ね、それやっちゃったらもう差が縮まるわけない。本当にね。まあこんな感じです、ね。なるほどね。いやー面白かったわ。だから本当に家庭環境も完璧、うんうんうん、もうポテンシャル遺伝も完璧、うん、でも本人の志も完璧なの、うん、ね。でやっぱね、それもやっぱ育て方だと思うな俺。あ、やっぱ親が厳しくしないで、うん、自分でやるっていうのが自分でどんどん成功していく人の最低条件というか、うん、確かに。もう人に言われる前にやるもん、やるやつはやっぱり、ね、才能ある人がその人間だったっていうだけの話ですね。いやー、やっちゃってんなー。満身しないもん。三笘が俺のドリブルマジ最強ですみたいな感じじゃないもん ね。まあちょ、これ以外にも、はい、三笘のヤバいエピソード知ってる方いたら、はい、教えてもらえたら嬉しいんで、この動画が面白いと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。